YouTube を見てイベントに予約した方限定で ES フィードバックキャンペーンを実施しています難関企業を突破しやすくなる ES の書き方スカウトがもらいやすくなる ES の書き方を私が指導します参加には出会い場就活支援サービスの会員登録と出会い場マイページでのイベントの予約この2つが必要になります詳細は概要欄からご確認いただければと思います期間限定で定員になり次第終了させていただきますぜひこの機会にご参加くださいこんにちは出会い場就活チャンネルの清水です今日は日本の採用はどう変わるのか 海外と日本の採用の違いについてお話しします。皆さんもですね、最近のニュースをチェックしていればですね、外資系企業はですね、続々と対応解雇通達ということでですね、アメリカのですね、シリコンバレーを中心としてですね、いろんな動きが出てますよね。アメリカの企業のですね、解雇、なぜ起きてるのか、これについてですね、ちょっと考えてみましょう。 これまず見ていただくとですね、いわゆる米 IT 大手企業のですね、まあここのところのですね、業績の推移なんですね。これはまあ皆さんも知ってるですね、アルファベット、マイクロソフト、アマゾン、まあいわゆるこういうアップルも含めたですね、こういう会社さんのですね、売り上げの伸び率について書いてあるんですけど、いわゆる21年にですね、非常に大きな売上だったものが21年の後半からドーンと売上ですね、まあマイクロソフトを除くとですね、大きく売上を 落としてるんですね。これがいわゆる大量解雇のですね、大きな要因になっています。まあ大量解雇を発表した企業、皆さんも聞いてらっしゃるように、ツイッター、ツイッターはですね、実際にイーロン・マスク氏がですね、購入して、その後ですね、いわゆる経営改革でですね、大量解雇。そしてアマゾン、セールスフォース。そしてメーター。まあこれは旧フェイスブックですね。そしてゴールドマン・スタックス。まあゴールドマン・スタックスはですね、投資系のですね、まあ金融系ですけど、まあ大量解雇ってことで,ですね、これ日本でも相当話題になってますよね。 でこれはですね、まあ、何が大きな要因になってるかというとですね、まあ、売上げの下落なんですねもともとコロナの影響を受けていわゆるこの手のメディアはですね、まあ、巣ごもり受注を中心としてドーンと伸びたこれはこの勢いでいくんだぞって大量に人を まあいわゆる雇用したらですね、バンとですね、景気後退とともに売り上げが下がってしまった、こんなに人を抱えてられないよってことで、ドーンと解雇に入ってる。まあ、あの金融系はですね、この間番組でもお話してたようにですね、まあこれはですね、まあ、いわゆるコロナの間はですね、解雇を踏み切らなかった、そしてですね、いわゆる彼らの主力の M&A を中心としたものがですね、やっぱりですね、前年、いわゆるコロナ前まで戻ってない、まあこういう影響を受けてるってことなんですね。 ですから大量解雇が起こった原因はコロナの巣ごもり状に落ち着きそしてウクライナの戦争等で世界経済がですねやはり少し伸び率が止まってきている景気後退側面に今あるということなんですね。でアメリカと日本の大きな差は何なのかというとですねこれは アメリカはジョブ型まあジョブ型っていうことだけじゃなくてですね実際にですね解雇ができる社会なんですねですから仕事の能力、まあ、仕事ができる人を取ってそしてその仕事がなくなったらいわゆる解雇ができるそして通年型の採用いつでも採用はできますそして実務経験があるっていう人たちが採用されるわけでいわゆる大卒のですねインターの経験のない人っていうのはですね採用できないんですよねそれに対して日本はですね、就寝雇用型、 そして新卒一括採用。まあ年に1回4月に大量に取る。そして実務経験がない新人を何年か育てて使います。まあこう大きくですね、雇用環境の違いがあってですね、まあ前はですね、ジョブ型のアメリカがいいのか、終身雇用がいいのか、意外と終身雇用も悪くないんじゃないか、日本が伸びてきたのは終身雇用のせいだっていうのがですね、昔は意見の中にだいぶあった。<laughs> ところが、 ここ数年の議論の中でどうも日本の終身雇用型新卒一括実務経験なし採用っていうのはこのまま維持するのがどうかって微妙だなっていう雰囲気が流れてきてるんですよね。まあこれがですね大きな変換点になってきてこのコロナの影響を受けてこれからどうなる。まあこれは日本の社会がどう変わるかって影響を受けてるんですね。皆さんも見てらっしゃるように日本の社会失業率はですね日本の社会はですね安定的に低い。 他の国はですね失業率が高かったけどほ、まあ、他の国も失業率はですね減少傾向にあるんですそれでもう一つ見ていただくとですねいわゆる賃金なんです平均賃金はですね日本はずーっと伸びていないそれに対してですね他の国は伸びてる、まあ、最近のデータではですね、まあ、いろんな国の中かも日本の賃金はですね、まあ、低いという形まあという形が出てるんですねそうすると日本の給料が上がってないという構造が起きてるんですね これはですね日本の採用の課題はどこにあるのかっていうと労働力の移動が起きない、まあ、これは労働の移転ができないっていうような方向になってるんですねですから取った人を辞めさせることができないっていう構造の中で取ったら抱えっぱなし抱えてるから新しい人は取れないその分だけで新しい成長産業に人員を投入できない新しい人を取ったら古い人をどうすればいいのだから構造の変化が起きにくい社会なんですねで正社員を 要するに非正規に置きき換えるっってことがででですすねねやっぱりできないんですよ、ね、そういう意味でいうと正社員のとこを非正規に置き換えたりしてるんだけど最近はまあ非正規だって正規だって同じ給料を払えみたいな形の仕組みに変わってきているそして賃金水準が上がらないっていうようなことが起きてきてるんですよね。 この問題が大きくクローズアップされてきてきますさあこれからの日本の社会はどうなるのかというとですね岸田首相なんかもこれからの日本の経済を支える成長分野に労働移動させると言ってるんですねですから新しい産業の時に軸足を増やさなきゃいけない終身雇用ではなくて転職しやすい環境を整えていく古い産業から成長産業にシフトしなければいけない社会を作らないといけないということなんですねメッセージはね。 まあ、そういう意味で言うとです、ね、大きな社会変化の中でやっぱり雇用もジョブ型に見直す必要があるのではないかというのが経済界を中心にいろんなところで起きている内容なんですね、まあ。日本でのジョブ型採用導入企業はです、ね、富士通ソニー資生堂 KDDI。 えー、ソンポ日立製作所ソニー、まあ、三菱ケミカル三井住友海上など大手がですね少しずつジョブ型の採用に導入をし始めていますまだまだ製造業の導入は少ないけどいわゆる製造業ではないとこはですね導入が始まってるっていうことなんですね。 まあそれによってですねやっぱ仕事ができるってことがすごく重要な社会が起きている要するにゼネラリストから専門家で仕事の能力そうするとですね自分自身が要するに成長できないといけないで若者の意識もですねここのところ緩い会社に入ってどうするんだみたいな話も出てますよね。自分自分身が成長できそうかどうかかど非常に重要だと それを重視するる学生さんが増えてるそして人生100年時代の中で転職のするのは当たり前なんじゃないかっていうのをまた一つの会社にずっと居続けるっていうことにはもうならないんじゃないかとで自分の市場価値をきちっとですね見極めるっていうことが重要なんだという意識の変化も起き始めてるっていうことなんですね。さあじゃあ仕事ができないと困るる時代がやってくるっていうことになってるんですよね。今後の社会で求められるのは成果を上げる生産性を上げる社外で通用する実力をつけるこの3つなんです。 まあ皆さんがですねこの日本の社会日本を取り巻く環境の変化になって皆さんがやらねばならないのを成果を上げて生産を上げて社会で通用する実力をどの会社に新卒で入ればいいのかこのことが皆さんの就職先を考える上で問われているということなんですね。ぜひその視点で考えていただければと思います。 さあ、それではですね、この動画が役くんだったら高評価、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。一気に内定できるレベルまで実力アップしたいのであれば、効率よく対策することが不可欠です。ですので、出会い場ではグループディスカッションのレクチャーも含めて、最も効率よく実力を上げる無料の就職対策イベントを実施しています。興味がある方は、ぜひ参加してみてください。現在、全国から申し込みをいただいているので、人気のある日程は締め切らさせていただいている場合があります。なお、人事の方も参加するイベントは、先着順で締め切らさせていただいています。週に1回開催する見学会やグループディスカッション練習会は、参加の上限は、 はありませんまずそちらに参加してみてください概要欄にリンクを貼っています最後までご視聴ありがとうございました